大正19年、帝都東京。後に高麗大戦と呼ばれる史上最大の戦いが勃発。帝都、パリ、ニューヨークの歌劇団はその脅威に果敢に立ち向かい、そして世界は救われた。彼ら勇敢なる歌劇団、その全員の消滅と引き換えに。それから10年の時が過ぎ、大正29年、兵学校を出て念願の海上任務に就いたってのに、あの事件のせいで丘に左遷か。国務官の艦長に任命された時は心躍ったが、短い夢だったな。ほんと冷めないでほしかった。まあ済んだことは仕方ない。気持ちを切り替えていこう。さて、今度の着任先ではどんな任務が待っているのかな。随分と綺麗になったもんだ。前に来た時は10年前の戦いの傷跡がところどころ残っていたが、今はすっかり元通り、いやそれ以上の発展ぶりだ。さて、約束の時間までまだ余裕があるな。ちょっと辺りをぶらついてみるか。よし、そろそろ時間だ。約束の場所へ向かうとするか。騒がしいな。一体何だ。
コマ！に遅れる。ここが新しい認知か。大帝国劇場。劇場？徳の艦隊から劇場に配置換えって、一体何がどうなってるんだ。俺は演劇なんてできないぞ。それとも大道具とかかな。すみません、お掃除の邪魔なんですけど。うわ、すみません、失礼しました。劇場に何かご用ですか。私は帝国海軍少尉神山清十郎です。ここに来るように言われて。もしかして聖人さん。嘘。どこかでお会いしましたか。もしかして忘れちゃったんですか。ほら、うわ、もしかしてさくらちゃん、雨宮さんのところの。はい、子供の時以来だから10年ぶりくらいかな。覚えていてくれてよかった。久しぶりに会えて俺も嬉しいよ。綺麗になったね。何を言い出すんですか、いきなり。素直な感想だったんだけどな。そこのお二人さん、講習の面前でイチャつかないでもらえるかしら。神崎支配人。神崎支配人。あなたが神山清十郎君ね。待っていましたわ。私は神崎すみれ、この大帝国劇場の支配人をしています。神崎すみれ、どこかで聞いたことがあるような。ようこそ大帝国劇場へ、歓迎いたしますわ。神山清十郎、飛び級で海軍兵学校入校。卒業後海軍に配属され、各地で作戦に参加。多数の武勲を挙げた後、海軍特務解剖官マリシテの艦長として対高魔特別任務に就く。なかなかの経歴ね。優秀な仲間のおかげです。謙虚ね。そんなあなたにお願いしたいお仕事があるのよ。は、神山君、あなたは帝国歌劇団花組を知っているかしら。帝国歌劇団、詳しく聞いてみるか。
帝国歌劇団とは何でしょうか。帝国歌劇団はこの帝都をコウマから守るために結成された秘密組織よ。過去幾度かの大きな戦いに勝利し、帝都の平和を守り続けてきたの。コウマに対抗するための秘密組織か。すごい話だな。大帝国劇場、なぜこんな目立つ場所が本拠地なんですか。帝国歌劇団は戦いのない平時には帝国歌劇団として歌い踊るのよ。舞台に立ち、帝都の人々に夢と希望、そして愛を与えてゆく。それが花組のもう一つの大切な役目なの。なるほど。戦うだけでなく、そんな任務があるんですね。花組とは何でしょう。花組は帝国歌劇団の戦闘部隊よ。コウマに対抗する中核となる部隊ですわ。だけど今の花組にはかつてのような戦闘力はないわ。悔しいけど、帝都の守りは上海歌劇団に頼っているのが現状よ。上海歌劇団、駅で見たあの機体か。そういえば神崎すみれってかつてのトップスターの名前だったような。まさか目の前のこの人はかつての帝国歌劇団花組の隊員。さて、ここからの本部、神山清十郎君、あなたに帝国歌劇団花組の隊長になってもらいたいの。俺が隊長ですか。了解しました。若輩の身ではありますが、精一杯努めます。いいお返事ね。期待しているわよ。ありがとう、神山君。これから頼りにさせてもらうわね。は、こちらこそよろしくお願いいたします。新しい花組の初任務は世界歌劇団大戦に勝つことよ。世界歌劇団大戦、それは何でしょう。詳しいことはおいおい説明しますわ。今は歌劇団大戦のことを心に留めておいて。了解しました。それじゃ、この後のことは秘書の薫に聞いてもらえるかしら。まずは花組の隊長としてその職務のことを知ってもらわな。はっ。はじめまして、神山さん。私はすみれ様の秘書、林道薫です。よろしくお願いします。神山清十郎です。こちらこそよろしくお願いします。すみれさんの秘書か。この人とも長い付き合いになりそうだ。それでは神山さん、まずは神山さんが指揮を取ることになる花組の隊員たちに会うのがいいと思います。劇場の中にいるはずですから探してみてください。わかりました。花組のこれからはあなたにかかっているわ。よろしくね、神山君。期待していますわよ。
なんだ？さくらちゃん。もしかして盗み聞きしてたのか？してません。だって本当に聞こえなかったんだもん。分厚すぎですよここの扉。なんだって？なんでもないです。それで何のお話だったんですか？ああ、帝国歌劇団花組の隊長に任命されたよ。やったー！私も花組の一員なんですよ。だから聖兄さんは私の隊長さんです。あ、そうだ、これからは神山隊長って呼ばないとダメですね。いいよ、堅苦しいのは嫌いだから。ダメです、そういうのはちゃんとしないと。そういうものかな。はい、神山隊長。わかったよ、さくらちゃん。私のことはさくらって呼んでください。その方が嬉しいです。嬉しいって、なんで？なんでもありません。そうだ、新しい隊長さんをみんなに紹介しないと。それに大帝国劇場のことも知りたいですよね。私が案内します。それは助かるな。じゃあ頼むよ、さくら。劇団なんですから、やっぱり最初に案内するのは舞台ですよね。他の隊員も誰かはきっとそこにいると思いますし。でも本当にびっくりしました。子供の頃に遠くへ行っちゃった聖人さん、神山隊長とまた会えるなんて。俺も同じさ、驚いた。さくらが帝国歌劇団に入っていたなんてな。それはだって私の夢だったから。憧れなんです、私にとって帝国歌劇団は。憧れ、夢か。さくらは帝国歌劇団に入るって夢を叶えたんだな。よかった。そうですね、舞台はこの扉の向こうです。ようこそ大帝国劇場へ。じゃねえか、男連れとは隅に置けねえな。ハト、
う変なこと言わないで。あ、すみません隊長。この子が花組隊員の一人、篠ノ目初穂です。初穂、こちらは神山清十郎さん、私たちの新しい隊長さんだよ。ああ、そういえばそろそろ来るって話だったっけ。篠ノ目初穂だ。よろしくな隊長さん。こちらこそよろしく。礼儀正しいんだな。気に入ったよ。困ったことがあったら私にいいな。帝劇のことなら何でもこの初穂ちゃんが解決してやっからよ。ありがとう、頼りにさせてもらうよ。それじゃ次へ行きましょうか。また後でね初穂。おう。ところでさくらさん、さっきから一緒におるその人は誰なんや。はい、花組の新しい隊長さんです。神山清十郎です、よろしく。おお、あんたが噂の隊長さんか。あては数組の大場小町、売店の方もよろしくや。売店、風組。風組っちゅうんは帝国歌劇団の組織の一つや。事務やら経理やら補給やら広報やら、そういうんを一手に引き受け取る。あんたら花組が甲馬と戦って、あてら風組はそれをサポートする、そういうこっちゃな。ちなみに支配人の秘書をしとる林道薫も風組の一人や。なるほど。風組あっての花組ですね。サポートの方よろしくお願いします。おう、任せとき。素直な隊長さんは大好きや。ありがとうございます。そんなわけで風組の活動の一環として、あてがここで売店をやっとるわけや。大抵はこの店におるから、なんかあったら声かけてや。頼まれたらチリ紙から海軍の新鋭空中戦艦まで何でも引っ張ってくるで。空中戦艦、へへへ、何でも勉強しますで。タイミングで来よったな。新しいのが入ってるで。それを買うてくれるんやな。
毎度あり。また来てや。お疲れ様です、ハルさん。神山さん、何かご用ですか？いえ、用というほどのものでは。そういえば、カオルさんは風組の一員だと聞きました。その通りです。大帝国劇場のあらゆる活動を支えるのが風組の役目。なるほど。そして、帝劇の資金面はカオルさんが管理されているということですね。そういうことです。ですが、私の一番の役目はそれとは違いますよ。私の一番の役目、それはスミレ様の秘書であるということです。スミレさんの秘書ですか？スミレさんの秘書、それはいい上司を持って幸せですね。わかります。神山さん、さすがですね。スミレ様はそう、完璧。スミレ様にお仕えし、スミレ様をお支えする、それはまさに至上の喜びなのです。神山さんも花組の新しい隊長としてスミレ様を支えてください。はい、頑張ります。
あの子がクラリスです。熱心に本を読んでてなんだか声をかけづらいな。声をかけても無駄です。ああなったクラリスは何をしても返事をしてくれないんですよ。へえ、何をしても。ちょっと試してみるか。そういうことなら耳元で叫んでびっくりさせてやろう。クラリスくん、おーい、クラリスくーん。なんだ。ほら、いつもこうなんです。読み終わるまで何をやっても無駄ですよ。これはすごい集中力だな。仕方ない、出直すとするか。ちょっと待ってください。うっとりしちゃう。いつかは私もこんな素敵な物語を書きたいな。そうか、なるほど。クラリス君は作家志望なんだね。はじめまして。ウィルセット、なんで男の人がいるんですか。落ち着いてくれ。怪しいものじゃない。今日から花組の隊長になった神山清十郎だ。隊長。そうなんです。この人が今日から私たち花組の隊長さんです。そうなんですか。それはとんだ災難ですね。予算もない、やる気もない、やりたくても何もできない舞台の隊長なんて。クラリス。そうなのか。ええ、そうです。今の花組は昔ここにいた伝説の花組とは違う。どうしようもない落ちこぼれ舞台ですよ。ということは君も落ちこぼれなのか。隊長になったというならご自分で確かめればいいじゃないですか。都合よくハッピーエンドになるのは物語の中だけです。現実はそんなにうまくはいかないですよ。それじゃ失礼します。せいぜい頑張ってくださいね。さて、これは思った以上の難物だな。そんなこと言っちゃダメです。クラリスはいい子ですよ。可愛いし。サクラの方が可愛いよ。何言うんですか、セイニーさん。え、素直にそう思うんだけどな。冗談ばっかり言って、もう恥ずかしいよ。それじゃあ私もそろそろ行きますね。花組の隊員は3人だけなのかい。さくらに初穂にクラリス、もう一人望月あざみという子がいるんですけど、今は用事で留守にしているんです。そうなのか、わかった、ありがとう。はい、それじゃあ失礼します。
はい。どうかしら、花組のみんなとは会えました？はい、望月あざみくんだけはまだですが。そうですわね、彼女は別の任務で帝劇を離れているの。だから今度の公演も今いる3人でやってもらうことになりますわ。桃太郎ですね、来週公演予定だと聞いています。ええ、今度こそうまくいってほしいものですわね。え？それはどういう？あと神山くん、公演がある日あなたにはもぎりをやってもらいます。もぎり？そう、お客様の入場の際に入場券から半券を切り取るお仕事よ。俺がもぎりですか？あら、お嫌かしら？とんでもありません。喜んでやらせていただきます。